ロから始めるツリガール生活、ツリガール生活、ツリガール生活。はい、どうもこんにちは、ポポテッペルレイス。どうも、味噌ラーメンです。さあ、始まりました。はい、2ヶ月ぶりですか ね早いもので2ヶ月ぶり。会いたくて会いたくてフルフルしてましたよ。やっぱり震えるよね。震えました。そう、俺もね、あの2ヶ月間震え続けた。震え続けた、もうなんかもう足がおかしいみたいな。あれ、ちょっと今日震えてないですかみたいな。あ、みたいな。筋電症状。いけないいけないみたいなね。はい、ということで、あの2ヶ月ぶり、前回がですね、7月31日ということで、7月、はい、今回はね、9月の25です。はい、25日。はい、秋でね、秋のはずなんだけど、まあ若干風は気持ちいいかな、汗ばまないかなっていう感じなんですけど、日差しが夏じゃねえか、バカ野郎。黒くなっちゃいますよ、これは。ね、女子的にちょっと危ない季節ですね、油断すると。 UV ケアをちゃんとやりましょう、ね、女子の。そうですね、釣りガールの皆様は。はい、ということでね、12時前ぐらいの、そこまで釣れる時間帯じゃないかもしれないんですけど、霞ヶ浦をね、今土浦エリアってところにいるんですけど、よく通われてる方ならわかると思うんですけど、ふぇーって行きますんで、まずはね、土浦エリアです。土浦エリアからチャリで、チャリで行くんで。そうね、リンリンロードあるからね。リンリンロードで行くんで。はい、じゃあね、私たちがフィッシングをするときはガソリンが、そう、ガソリンが必要なんです。ガソリンが必要なんです。ガソリンをいただきたいと思います。あれ、ガソリンって何なんだろうね、皆さんね、ガソリンって何なんだろうな。ギンギンギリンギリンギリン。著作権、著作権が、著作権が。そっか、大丈夫、8小節前だった、大丈夫。あ、な、8小節前で、ね、確か大丈夫だった。さあ、ガソリンだーでー、さあ、いただきましょう。 YouTube を愛する皆さんと乾杯。乾杯、乾杯。え、何撃たれた。まさかこの池の中に国家機密がいるのか。誰だ。マジで、マジで国家機密だった今。みんな誰かに撃たれてるんです。俺今撃たれて違う世界線の俺かもしれない。パラレルワールド。じゃあね、行きますか。行きましょう。はい、ではね、土浦エリアエンジョイしていきたいと思います。レッツゴー。まずですね、そのいつものロッドを手にしてください。左側の方です。そう、はい、よく取れました。今回はね、このバラップスイマーって言うんですけど、バラップスイマーって言うんですけど、味噌ラーメンが強そうで怖い。危ない危ない危ない。バラップスイマーっていうね、お魚ルアーで、これがプルプルプルって動くんですよ。なんかゼラチン状で美味しそうですね。うん、違う。まあ、ちょっとご説明しますと、泳いでるの見た方がいいかもしれない。いくよ。はい。おお。こう泳ぐわけですよ。はいはいはい。まあこれを、まあこういうふうにこうちょいって投げて、ゆっくりこう、ウィーって引いてきたり、あとはああいう影、これ多分ちょっとね、味噌まだちょっと難しいかもしれないけど、こんな感じで振り子の要領で入れると、ほんでやっぱりこう巻いてくる。そう、そうそう、あとはもう何もない沖だけど、この水門からね、水門からこう流れってこう出てるんですよ。まあ、そのやっぱり水の流れってお魚さん好きなんで、それに寄ってきてるかもしれないんで、もうそのままやっぱりこう普通にグリグリグリって、でもこんぐらいの巻き速度でいいかもしれない。はい、こんな感じで。はい、はい、どうぞ。ありがとうございます。とりあえず沖にちょっと投げてみましょうか。オッケーオッケー。もうとりあえず、うん、沖に投げていただいて、味噌はあの今度はいつものああいうところやってみましょう。ああいうところ、そうそうそう、もうそのまま直接 ここまで近寄っちゃって、はいはい、直接ここにポチャンと落としちゃってました。そうそう、
あとはこっちに来てここら辺に立って下投げで そこら辺に入れてみたいとか。まあね、まだまだちょっとね釣れない時間帯ではあるんで、続きましてですね、はい、ミミズ、そう、ネコリグっつうんですけど、はい、これで、まあ、とりあえずまあこうさっき落としたじゃん、はいはい、こういうとこってまあ霞ヶ浦ってたくさんあるんですよ、はい、水門でやっぱりコンクリートとか硬いところが好きなんで、そうそう、こういうところにこうポチャンって落として、でそこまで沈めたら、あとはこうちょんちょん、こうこうちょんちょんしながら、ここにミミズがおるよ、そうそう、まあ攻め方としては一回近くまで行きます、はい、でその時影を落とさないようにして、はいはい、影の角度も考えて、こっちに落ちちゃうようだったら反対側に行くとか、そうそうそう、そしたらこっち側にこうポチョンとこう落とします、際にだちょっと下がって、竿の長さ分まで下がったらいいかな、そうするとこう平行にこう横を引いてきやすいと、はあ、そうそうそう、あとはまあずるずる、うん、で引っ張るときにロッドでちょっとこう引きずって、そうロッドで引きずって、はい、正門攻めですね、そうそう、いいね、だから今みたいな感じで、そうそうそう、そうプチャン落として、だあのベール返したまんまにして、ベールを返して、で返したままスルスルって糸出して、そこからこっちまでこう歩いてくる、ベール返したまんま、返したまんま歩いてくる、こっちにそこにルアーを置いたまんま、そう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 、でこう行くじゃん、でここに立ちました、たらベール返します、そこから横にゆっくり、横に、うん、もうちょいゆっくりかな、うん、ツッ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 みたいな、そう、手前までもう来てるよ多分、 OK、 そしたら巻いて、はい、で今度ここをこう攻めたじゃない、こう攻めたから今度は、はい、ここら辺に落としましょう、はい、ここら辺、うん、そこからポチャンギリギリにポチャンと落として、そう、そしたらまたベールを返したまま、今度はここら辺までベールを返したまま、みそここまで行っちゃっていいよ、チョン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 って、たらベールを返して、そうまたゆっくり引きずってくる、今度は反対側行こう、そうこっち側回って、ここにバラがあるから、そしたら今度はそう、そこにギリギリにポチャンって落として、雲にやられる、そうなって、そこまで、ここまで来ちゃう、ここまで来ちゃう、そっからゆっくり引っ張ってくる、で植物があるからね、みそもう一回回収です、そこまで行って回収、たらその赤い植物の横の隣、ここそこそこ、そうそうそう、雲もういないよ、みそが雲の糸切っちゃったん来たかと思って、来たかと思って今分かってるじゃん、そう今度はここがこれ取ってこう落とすじゃない、だ結構ロットは寝かせ気味、ここからこう一歩ずつゆっくりこんな感じで移動していく、歩いても OK、うん、そうこんな感じで、あとね意外とねこういうとこにもいたりするんだよ、こういうところにも意外といたりして、お込みの下、要するに日陰で休みっていう、そうそうそう、で意外とずっと日陰だからこんなの涼しかったりするんだよね、そうだから意外といたりする、意外だいたいいないんだけど、
そうだからこうちゃんとこういうとこも攻めていくと、ああいうなんか、うん、ああいう下とかも意外といたりする。じゃあ味噌はあのラストピンク攻撃しようか。ピンク攻撃。そう。で このまんまこの垂らしのまんま、はい、こうベールを返して、はい、このまま持ってね。はい、それであれがあそこにあるとしたら、はい、この振り子でこの穴で飛ばす。でこの時はもう竿先しか動かさない。そう、竿先だけこうゆら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 させると こうやって揺れるじゃん、こう、はいはい、振り子がこう出来上がってくるから、うん、この勢いに乗せてこうやるだけでこんだけ飛ぶから、はい、うん、あのピンクを狙う。そう、ピンクのあそこらへ、うん、はい、はい、ピンクの T シャツを着た女の子は今まさにピンクを狙おうとしている。手首だけでいこう、手首だけで、手首だけ、ほら手首だけ、そう入れてきたね、手首だけで。そう、オッケーオッケーだけど、場所には入った、場所には。そんで、あとはもう竿先でズルッズルッって。そう、味噌ね、ワームの動かし方のコツっていうのがあって、味噌こうやって今揺らしてたじゃん。はい、そうするとそこから離れちゃうのよ。はいはいはい、で魚って、そこにあるものを、要は横そこに追い込むのよ。はいはいはい、そこに追い込んでパクって食べるから、意外とそこから離しちゃうとお魚さんが相手にしてくれないっていう。そう意外と魚って賢いのよ、そこら辺が。だから、まあ、理想で言えばあそこ入れました、はい、入れたんだけど、あそこの下には岩がゴロゴロしてたのね、はいはい、で岩がゴロゴロしてて、ってことはその岩の隙間にちっちゃいハゼだったりちっちゃいエビとかがいるわけよ。でそいつらを食いたくてあそこの下に隠れてるわけ、はあはあ、だからそういうのはそういうのを好き好んで食べてるバスだから、なるべくもう下こう舐めるようにこうそこをゆっくりゆっくりゆっくり、そうゆっくりこう、そうすると今みたいにちょこっと引っかかんねん、入れるじゃん、はい、そうすると今ちょっとコリコリしてるんだけど、引っかかってたの、ここ、はいはい、ここ引っかかってるわけ、はい、こうやって引っかかってるのね。これをさらに引っ張るとこうプンって外れるんだけど、今外れすぎたけど、はい、これがいい具合にプンって外れると、はい、ポンって魚が、なるほど、そうそれを反射食いっていう、反射的に魚が、要は本能じゃなくて、そう反射的に食べたら、そう味噌、じゃあズル引き特訓だ。でズル引きっていうのは基本、はい、そこを感じ取らなくちゃいけないじゃん。そう、はい、そこを感じ取るためにはあんまり距離を投げすぎちゃうと、要はルアーを飛ばしすぎちゃうと、要は離れすぎちゃってるから、はい、人間とルアーまで離れすぎちゃってるから、そんで糸って浮力があるのよ、はい、だからそこを感じ取りづらくなっちゃう。なるべく 2,3 メートルシュッて投げて、ほんでゆっくり引いてくると、レッツゴー。はい、さあ釣れない時間帯はバス釣り修行だ。であとはね、ここら辺周辺、はい、もういいよ。例えば、はい、そう、水門ってこう水がこう出るじゃない、はい、だそれでそこが削られてるの、はい、だそれで泥とかが蓄積してないんで、水門の周りってあまり、はい、だからハードボトムつって、バスはね硬い底質が好きなんですよ、うん、要は泥が舞うと、その泥がエラに入ることによって呼吸がしづらいね。そうだから、そういった理由であまりこう、要は泥底であったり泥が舞いすぎる場所は嫌いだから、なんかそういうところにこう入れて、俺の場合はこうだね、こんな感じ。味噌あれズル引き修行しようとりあえず投げてあげるから。そうなんかちょっとそこがちょっとゴロゴロしてるのある、なんとなく、うん、そうそれを感じながらやってくると、あ、餌だなってバスが思うわけですよ。で魚が来ると
くんとかぷっぷんとか なるから、はい、そうしたら味噌の必殺合わせ技となんて名前でしょうか。手前味噌、うん、そうだね、手前味噌だろなっつってフッキング、そう手前味噌だオラーで言う。ノフィッシュノチン、さすがにね、まあまだもう真っ昼間なんでね、はい、ということで土浦エリア味噌ラーメンのズル引き修行で終わりました。ズル引き修行で終わりましたね。このズル引きがねできるようになるとねやばいんでね、特にね今年はあのカスミほんと釣れてないんでね、そんな中ね、あのカスミ本湖と呼ばれるなかなか厳しい環境下の中挑み続ける私ども、ちょっとなかなか釣れないかもしれないですけど、応援よろしくお願いします。お願いします。では次はどっかに移動しちゃいます。お楽しみに。